西山正史選手です。朝起きてとりあえず体を起こす前に、ああ昨日試合くそーって感じでいきなり思いました。悔しい気持ちは激しく残ってて、まあ、正直それしか残ってないぐらいなんですが、やっぱ負けた後に2試合 して正直サクッとこう竹割ったように気持ちを切り替えて試合できたか分かんないですが、なんとかどうやって勝てばいいのかなとか思いつつ試合してたんですけども、なんとかぐしゃぐしゃな試合ではありましたが、結果は表彰台に首の皮一枚で上がれたので、そういうところではなんとか踏ん張れたところが経験になったかなと思います。